まあ、今年はまあ基本的にはまあかなり多くの人出が、ね、予想されますよね、これから先ね。今回第31回ですね、連打市の方はね、で町内会は、20町会、駅前通りに集まるのが、であとスクランブル交差点でこの先にある交差点なんですけど、東の方の町会が3町会そこで合流して、稲荷神社の前を運行するのが23町会という合計23ですね、町会の参加ということになりますね、はい、僕の思いっていうのはやはり普通に生活することが一番かなということは思うけども、一番重要なのは普通に暮らして、普通にやっていくっていうことが大切なのかなというふうには思っています。皆さんどうもこんばんは。31回の連絡ということで、はい、各町会のお名前が入りました。